たぬきです。現在ね、大阪駅にいます。もうね、夜で19時前なんですけども、ここから何に乗るかっていうと、ダイヤ改正で新しくできた特急らくらくはりまっていうのにね、乗ってみようと思います。まあ、ただね、試しに YouTube の検索でらくらくはりまってね、検索してみたら、まあ、特にね、初日にね、らくらくはりまに乗ってみたみたいなね、鉄道系 YouTuber の他の方々が上げた動画があるんで、まあ、私がね、今ね、上げたとしても多分全く面白くないですよね。まあ、とはいえ、今日3月26日で、なのでダイヤ改正で、これ平日のみ運行ですよね。なので運行開始からまだ1週間と1日が経ったという状況で、どのくらい定着してるのかなみたいなところも見ながら乗っていこうかなと思います。でこの、ね、特急料金が、ね、また不思議な料金なんで、それもねちょっと着目しながら、ね、乗っていこうかなと思います。基本的に指定席より自由席の方が安いじゃないですか。で自由席の方が安いんで自由席の方が混んでると。特にね、大阪始発だったら大阪からね、始発駅だから並んでちょっと並ぶ自由席乗れるから自由席乗ろうっていう人が多いと思うんですけど、まあね、私もね、こちらの、ね、自由席特急券970円これをね、買って乗るんですけど、このらくらくはりまはね、この E5 予約に、チケットレス特急券っていうのが安く売ってるんですよね。多分今後ね、チケットレス化がね、どんどん進んでいくんだと思うんですけど、これの値段がね、らくらくはりま通車禁煙、通常の切符指定席1690円高いな。 J ウエストチケット720円ただ選択不可ってなってる、ね、これ JR 西日本のクレジットカード作んなくちゃいけないですね。これ基本年会費無料だけど作るのがねちょっと手間ですよね。今だけでお試しチケットレス特急券っていうのがあって、クレジットカード作んなくてもこのチケットレス720円で乗れると。こちらにある自由席特急券970円、対して、チケットレス特急券指定席で720円、250円、自由席の方が高いんですよね。だから自由席の方が高いと、高い自由席の方が今後は空いている傾向になるのかっていうのが気になるんですね。ちなみに今のね指定席の空き状況を見てみますか、ね、これで、ね、最後まで押しちゃうと予約されちゃうんで気をつけて。6号車もう発車10分前でもう全然ガラガラですね。いやこれやばいな。あの特急八王子とかより全然空いてますね。750円だから別にあの特急八王子をね、新宿から八王子まで乗れるのと同じような感じなのに、指定が3両あって10分前でもまあ2割ぐらい埋まってるかどうかぐらいですね。これ指定席より、高い自由席、これがね2号車の3号車に2両あるんで、これの混雑ぐらいどんな感じか。もしかしたらね、まだチケットレスにみんな慣れてなくて、自由席の方が安いから自由席って言って乗って、自由席は混んでる可能性もあります。実際どっちなのかね、分かっておいた方が、今後ね、空いてる方に乗りたいときにね、指定と自由どっちに乗るべきかっていうのがね、参考になると思うんで、そこを観点に置きながらちょっと乗っていきます。でもうあと10分前なんで、もう多分来てるような、ホームに積んでいます。4番線の謎通勤特急っていう謎の種別が出てますね。ラクラクハリ。でもちろん新快速はめちゃめちゃ速いので、ラクラクハリマが追い抜くってこともないですし、急ぐ人はこの19時の新快速で、急がない人はもうこの19時7分の東駅始発の新快速網走行きがありますからね、わざわざ特急に乗る必要が、あるかどうかって感じがします。19時の時点ではまだ、この19時7分の網走行きは空席がある状況なので、まあ、全然座ろうと思えばこれ座れるんですね。見ていますけど、結局ガラガラですね。
だなんだ5席以上はね埋まってる感じがするんで、やっぱりね指定席を使う人の方が多いですね、これを見ると。なのでもうね現在の時点でも、自由席の方が高くて空いてるとね感じがしました。3号車がおすすめです。乗る人何人かねいますね。でも向こうのね、通勤列車の方が断然加速がいいですね。でね、自由席のお客さんは大半があの特急券を事前に買ってないみたいで、十数名の乗車であってもね、結構毎回料金のやり取りをやってるので、もしかしたら関西ではね、自由席はもう、特急券を買わずに飛び乗って車内で払うのがっていう文化が根付いているような可能性もありますね。それで AC とかね、車内で買うようなね方式になったのかもしれないです。で、ただ指定席をチケットレスで買った方が安いんで、よく他の会社もやってる車内で買うと割高っていうのを実質その状態にね、自由席の方が高いっていうのがねなってますね。でここで西明石で伏線が終わって、ここから通常の伏線になるはずです。さすがに新快速のホームで、ね、乗るのを待っている人も少ないですね。120キロ出してるけど新幹線には、ね、全然かなわないですね。こんな感じで楽々播磨がね、自由席と指定席どっちの方が混んでるのか、まあどのくらい楽なのかみたいな感じで乗ってきましたけど、結果としてね、指定席の方が混んでるように思ったけど、自由席もね途中から乗ってくるから、でも自由席の方がね多分ね乗ってるお客さんとしては少ないです。で関西ではね特急の自由席はもう車内で生産するみたいな文化が根強く残っているみたいで、自由席とね指定席両方設定されているみたいです。多分全車指定のね特急がね関西でこう通勤の特急で生まれるのはなかなか難しいことなのかもしれないです。この列車は特急八王子とかとは違って新たにね特急が1本純増した存在だったと思うんで、まだね上空に根付いてないところもあると思うんで、またね今後どのくらい利用者がね増えるかってところだとは思います。とりあえず開業1週間後の乗客はもう全然少なかったという結果で、ではこの動画は以上にして、また次の目的地に移動します。ではどうもありがとうございました。